リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、今日もねハンドリングやっていこうかなと思います。5日目ですね。ちょっとねいろいろ不安なこととかもありながらこんな感じできてますね。よいしょ、おいでよいしょなんか問題ないね。はい、いやまあ不安なことっていうのがね、あの夜寝るときにですね水の容器の中でこいつ寝るんですよ。で今この手前にしかパネルヒーターなくて、パネルヒーターとちょっと今はないんですけど、今後ダントツはあの上に設置してあげようかなと思ってて、でプラスこのバスキングのねライトで、ここをね40度ぐらいに温めてって感じで、バスキングのライトで温まるとこの木のところの表面の温度がおおよそ42から45ぐらいの温度で温められる感じですね。で、あの奥の方が25度から30度ぐらいの温度ですかね。ただ夜間はちょっと冷えて23度とか22度とかになっちゃうのかな。低いと多分20度ぐらいになってしまいますあんまり低すぎるとね体調崩しそうだしっていうのと、まあ水容器で寝てるとね、今もそうなんだけど体冷たいんだよねこの子のね。で消化不良とかも起こしそうで怖いなとは思ってて、でツイッターだったりとか、あとモモケンの方でね、あのサバナモニター飼われてる方いて、そちらの方で話を聞いて、そしたらやっぱりベビーの時っていうのは水の中が好きみたいで、水の容器で寝てることが多かった。でその方も朝起きた時に死んでるんじゃないかって心配にヒヤヒヤして確認したところ、あ全然大丈夫だみたいなのとか、であとツイッターでね、あの爬虫類に詳しい方が DM 送ってくださって、そちらの方でも話を聞いたら、あのサバンナは、サバンナというか砂漠の方とかっていうのは、まあ、夜間冷える、まあそれはそうだよねっていうので話を聞いてたんですけど、あの日中暖かくて夜冷えるから、別に冷えてるところに寝てたとしても、あの本来はそんなに問題はないっていうふうにお話を聞いたんですね。でなおかつそういうのに個体としても強いみたいですね。うん、ただこうなんだろう、ペットとして飼ってるからっていうところでいくと、あったかいところにずっとねいてほしいし、冷えてるとねちょっと大丈夫かなって心配にはなるなっていうところではあるんですけれども、あのまあその方も大丈夫とは言ってたんですけど、日々こういうふうに様子を見て。例えば食欲が落ちてないかどうかとかっていうところを確認して、食欲が全然低下がなく、でもなおかつちゃんとうんちをしてるようであれば大丈夫だよということでございました。ひとまずねちょっと今日も餌あげて、この子が問題ないかどうかっていうところをですね確認していこうかなというところですね。今のところ食欲は落ちてないっぽいですね。でなおかつうんちもちゃんと毎日してますね。あの奥の木のタイルのところでしてますね。あの私的にはあの奥のタイルではなくて、水容器の中とかでしてくれるとお掃除楽なんですけど、ただちゃんとうんちもしてるし、尿酸もちゃんと一緒に出てるし、そういうので見ると問題ないかなと思います。そしてこの子とうとう私喋っててもおとなしくなりましたね。いやーそう、この間ね桃ヶ研究所の博士さんとちょっとお話をしてる時にですね、 YouTube って何やってるのって話になってよくよく考えたら YouTube上にそのね、今こういうのやっててどうのこうのなんて話したことなくて、ちょっと記録として残しておけたらなぁなんとは思うんですけれども、正直 YouTube でやってることって私の趣味の垂れ流しなんですね。もともとドラゴンクエスト10のね
あのオンラインの、配信とかドレスアップって言って服ね、あの作って可愛い衣装着せてね、その衣装の、案内じゃないや、こういうの作ったよっていう共有とかをしてたんですけど、なんか気がついたらね、他のゲームの実況、スマホゲームのやつも上げたりとか、あとは食べるかな、スマホゲーム以外だと寝てる、今日お腹空いてないのかな。ご飯後にしようかな、まあ、スマホゲームとかね、あと他だと玩具レビュー、特撮玩具ねやって、たまにドラム動画上げて、ドラム動画はねとうとう 3D で作れるようになったから 3D のその動画にしてるけど、最初はね 3D じゃなくて本当に自分で叩いてる映像の方にしてたから、今はあの 3D でできるから、あの 3D のアニメーション作って、そのアニメーション合わせというか音楽曲をね、あの譜面をね、あの実際にも叩いた音源作って、その音源とあのアニメーションのタイミングがちゃんと合うようにちょっと作ってであったりとかでしょ、であとペットの動画でしょ。そう、基本的にね、あの前にリントさんの生態が知りたいっていう風に言われちゃって、動物の生態も気になるけど、なんで私の生態がこんな感じだよっていうのを垂れ流してるチャンネルが多分このリンリンパラレルなんですね。リンリンパラレル自体もあんまり説明したことないですけど、パラレルワールドってあるじゃないですか、平行世界ですね。で平行世界、平行していろんな世界があるっていうところからあやかって、なんていうのかな、いろんな趣味があって、それが全部合わさって一個の存在だよっていう形をね取ってるので、うん、その特撮が好きな私もいれば、あのドラクエが好きな私もいて、でペットが好きな私もいてっていう、そのいろんな私を垂れ流しにして、でなんていうのかな、どちらかというとこう人が楽しい姿を見てるのって私好きなんですよ。すごく幸せそうにしてたりとか、例えば大食いの方とかね、あとこうアスレチックやってる方とかで、なんかそういうのを一緒に見て、ああ楽しそうだな、幸せそうだなとか、あーへえすごいな、こんな動画できてとか、いろんなのをね、なんか共有できたらいいなというチャンネルです。なので私が楽しそうにしてるのを微笑ましく見ていただいて、ちょっとね私寂しがりな方なんで、なんか一緒に見ながら、こいつ楽しそうにしてんなーっていうね、そんな感じで温かい目線で見ていただければいいなと思うチャンネルでございます。まあある意味私というキャラクター人を売ってるチャンネルなのかもしれないですね。なので私のことを気に入ってくれる方向けに、うん、いろいろやってるチャンネルかもしれないですね。あら、温度計落ちないで。そんな感じですね。なので温かく見守っていただきながら、まあ皆さんにね、うちのペットのねことをお見せしたりっていう形で、お見せできるタイプの子とお見せできないタイプの子といるのでね、何とも言えないですけれど、こんな感じです。で、あんまりこのチャンネルで言ったことないですけれども、よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとかねしていただけるとありがたいです。そう、あんまりね欲がないのかわかんないんですけど、いやまあチャンネル登録者数がね増えれば嬉しいですよ。なんですけど、なんか強制することではないので、もしよかったらチャンネル登録してあげてください。結構ね、チャンネル登録をしないで私のチャンネルを見てくださってる方がいるみたいでですね。アナリシ、なんだっけ、
アナリティクスだっけ、なんだっけな、まあ見れるんですよ、YouTube の視聴者層がこうなってるよっていうところで、で、あなたのチャンネルはこういう人が見てますみたいなのがね、表として出てくるんですよね。するとね、男性が4割、女性が6割見てくださっているチャンネルだそうです、このチャンネルって。で、プラスですね、年代もですね、50代の方から10代までの方の、年齢層がいろいろ見てらっしゃるみたいで、ああ、そんなにいろいろって、しかもね、びっくりしたのは、日本で見てくださってるのが 70% なんですけど、海外の方が 30% ぐらい見てくれてるんですよ。なんでかわかんないんですけど、ベトナムで見てる方がいたりとか、アメリカとか、あとは中国とか、あとどこだったかな、イタリアだったかな、なんかね、いろんな国の方が見てくださってるみたいです。ちょっと日本語しか取り扱いできるタイプの人間ではなくてですね、人間なのでね、海外の言葉は扱えないんですよ。ちょっとそのあたりは申し訳ございません。日本国外から見てくださってる方、本当にそれはありがとうございます。そんなチャンネルなんですよ。まあ、よかったらチャンネル登録してあげてください。チャンネル登録とかね、高評価とかしてもらえると嬉しいんでね。それは確かです。ないよりあった方が絶対にいいです。ただ、チャンネル登録が少なかったとしても、その中でも見てくださっている人たちが大切なので、そんな中でも見てくださっている方が増えていれば、それで正直 OK です。ね、最近このハンドリング日記と言いながら、私のその日あったこととか最近あったこととかお話しする感じになってきているので、ちょっとこのハンドリング日記をねしながら、まあ、そのタイミングでね、シェフィーをねお見せすることもあれば、昨日のようにロペを見せることもあったりとか、あとはまあ一緒に出すことは不可能かもしれないですが、モモンですね、袋モモンガたちも一緒に出したりとか、いろいろできるとは思うので、そんな感じでやっていこうかなってところでございます。となんやかんやいろいろ喋っていたら、気がついたら12分、この子ハンドリングね、だいたい10分ぐらいで終わらせてるんですけど、ほぼ10分間このままおとなしいと。で、最初うちに来た時に比べると、大きい声を出していても全然問題がない。たまにテールアタックとかねされる時はありましたけど、今もたまにあるかな。取り出しでその後餌あげたりとかしてる時にね、テールアタックとかはあるのであれですけど、ちょっとねこの子手の上でうまく餌を食べれる子じゃないんで、ちょっと膝の上に乗せてから餌かな。どうだろう、餌今日食べるのかな、ちょっとやってみる。こうしてこのカメラ位置で OK このカメラ位置だったらいける。ダメだわ、食べる気なさそう。うん、食べる気なさそう。避けるもん。食べるときはね、こう見せただけですぐ来るんだよね。うん、今は食べる気なさそうです。まあ食べたいときに食べさせましょう。あんまりあげすぎると太っちゃうのでね。はい、とりあえず今日はね、この子のハンドリング日記5日目でございました。ちょっとこの調子でやっていきましょう。まあ人に慣れてくれればかなりいいところですね。はい、ということで本日は以上となります。ということで以上、リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。